ました。なら自慢チャンネルさ。今日もね、ちょっと万葉集、万葉の世界を話していこうかなと思うんですけど、万葉集ってさ、ね、昨日も言いましたけど、めちゃくちゃ多いんですよ。で、まあ恋愛の歌、めちゃくちゃ多いですし、有名ですが、反対にね、その当時の人々の暮らしの歌を歌う、その、歌い手さん、フォークシンガーみたいなもんですかね、今で言うたら。ね、さだまさしさんとか、その、ポップさというよりも、その時の、ほんまに暮らしぶりがわかる歌っていうのを歌ってくれてる人がいるんですよ。これ、多分万葉集好きな人はめちゃくちゃ知ってると思う。知ってくれてると思います。この人。山の上のオクラ。正直そんなにお金持ちじゃなかったらしく、その貧乏、なのが嫌やって。これおかしないか、これ社会のルールおかしないかって言って、この歌として有名になって、ちょっと世の中変えてもらおうよっていうのを思ってた人らしいんですけど、その中でこの人が、すごくね、今の現代人と被る歌を歌ってくれてるんですよ。まあ、ちょっと歌いますね。白金も、九金も、玉も、何せむに、勝れる宝、子にしかめやむ。これはまあ言うたら、金銀財宝、まあ玉ってまあ言うたら、その宝物ですよね。金も、それは今でも、高価なもんじゃないですか。銀ももちろんそうですけど、それが正直、あなたが生きていく上で、ほんまに必要なんかつって。ほんまの宝物ってそこじゃないんちゃうかつって。それ何か言うたら、子供やろつって。子に勝る宝なんかないやろつって歌ってるんですよ。これ、いやいや、全然、暮らしのこと言わへんやんかって思うかもしれないですけど、これ短歌の方で、実はこれの、この歌に、この歌っていうのは返し歌って言って、最初に長い歌歌ってるんですよ。それの歌が、ちょっとね、もう、こう、ちょっと生活に困ってる感が出てるんですよ。ウリを食べても、栗を食べても、何を見ても、考えるのは子供のことばかりであるって、これ同じような意味やと思うでしょ。宝物やって意味かもしれないですけど、ここからね、やっぱね、ストレスって怖いですよね。今の現代人と同じですよ。眠ろうとしてもどうしても頭に子供のことが残ってるって言って、頭の子供が浮かんでしまうから安心して眠られへんって言って、なんで俺の眠りの妨げすんねんみたいな、ちょっとね、心に余裕がないっていうところも、ちゃんと、この長い歌、長歌の方では歌ってるんですよ。ね、面白いですよね。この長歌っていう長い歌で歌った後、この短歌を歌ってるんですけど、この受けてくれてる短歌を歌ってくれてるんですけど、この長歌ではね、もう自分の中では不本意やでって、とても不本意やねんけど、やっぱそう思ってしまう時があるって。さあ、頑張って、このプロジェクト成功するって仕事になった時に子供が風邪ひいた。ああ、休まなあかんのか。とか、今の現代人とも被るじゃないですか。もちろん、それは大金持ちはね、ああ、じゃあ休んだらいい子供ってなるかもしれないけど、この言うたら生活のリズム変えてくれへんか、国よって。ちょっとみんな、忘れてないって。あなたにとっても子供って宝やでって。そう歌ってるんですよ。なんか今の現代の歌とほんまに似てて、すごい。気持ちと似てて、めちゃくちゃ面白いなぁと思って。ね、結局、ね、大金持ちになっても、ね、一番可愛いの何かって言ったら子供やったりするわけで、その気持ちは、言うたら、奈良公園、僕らがいる奈良公園とかで、家族さんで来られた時の子供さんとか見ても、めちゃくちゃ、やっぱな、可愛いなって思いますから、そういうところやっぱめちゃくちゃフューチャーしてもらうっていうのは、この歌、いいなぁって。ね、鬱陶しい時もありますから、やっぱり。ね、やっぱ、そうやってわーってうるさいなーってなる時もありますから、そういうのも込めてでも宝物やろっていう、なんか、
正直な歌やなと思ってね。今の現代人、さだまさしさんが歌ってそうやなと思って。さだまさしさんとか、すごい歌も歌ってますからね。なんか、事故起こしてもって、それでお金払わなあかんみたいな、生活の空の歌も歌ってくれてまして、そこに何かゴールがあるみたいな、そんな歌もあるんで、ぜひよかったら、さだまさしさんと、この、ね、名前をちょっともう一回ちゃんと言います。山の上のオクラさんの歌を一緒に見比べてみるのも面白いかなと思います。ということで、また明日お会いしましょう。そう。